参りました。すごいですよこれ。 AKB が3日間続きますからね。昨日がチーム A で、全部初登場、今日も初登場ですね。 AKB48 チーム B です。どうぞ。ありがとうございます。毎日16人会ってますよね。チーム B です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ポスター、ありがとうございます。今日はこのポスターを持ってきたんですけども、薬師寺でやるの？そうなんですよ、はい、奈良の薬師寺で、このなんか伝統あるライブの、まあ、今年が最後ということで、これに AKB で出させていただきます。すごいことになってきたね。そうですね。薬師、お寺でやるの初めてでしょ？初めてですね。伝統あるお寺ですからね、これは。はい、じゃあこれ貼っておきましょう。はい、よろしくお願いします。貼っといてちょうだい。はい、じゃあ座りましょうか。はい、ね、特別のね。わー、長い。すごい。はい、3日間続けてくるんで特別にあつらえました。以後使うことがあるんでしょうかね。花がいっぱい来てますよ。山里やっぱ相変わらず来てるよ。東京ドームシティアトラクションズ。あ、花束多いんで、あ、しょ、ロ、ここは入らない、ロビーでちょっとモニターで見てみましょう。チーム B というのが平均年齢一番若いの？そうですね。一番若い人？はい。いくつ？14歳です。 14? 中学？3年生です。3年生、はい。あら、働くよね。中3か。14歳はこれ AKB で一番最年少？そうですね、私が3年です。キャプテン、はい、柏木だ。はい、私です。柏木いくつ？私19です。19でキャプテンって大変だろう。そうですね、やっぱり平均年齢若い分だけみんながすごい元気なんですよね、いろんな意味で。なのでそこをまとめるっていうのはちょっと難しいところあります。そうだろう、19でこれだけまとめられないよ。AKB 総選挙5位が渡辺。はい、渡辺です。渡辺か。はい、ありがとうございます。渡辺いくつ？私16歳です。はあ、16。もうこの辺がみんな多いんだ、16とか。そうですね、10代が多いですね。まとめるの何が一番困る？何が、そうですね、みんなって言った時に全く聞いてくれないところ。何回か言わないと聞かないの？もうやっぱりもうとにかく楽屋もすごい騒がしくて。いや、これ騒がしいだろ。意味もなく喋ってんだろ。そうですね、本当そうですね。くだらないこと、くだらないことで何が面白いのか笑い転げてるの。そうですね、ずっと笑ってる。すごいよね、このエネルギーは。あ、ちょっとね、いろいろね。あ、メッセージだ。そうそうそう、 A からのメッセージ。私たちチーム A もタモさんストラップをゲットしました。なんとしてもチーム B もタモさんストラップをゲットできるよう頑張ってください。プレッシャーかかるよ。嬉しい。
K もゲットして B も 3連続やって、ね、私たち2日間あのオンエアを普通にテレビで見てたんですよ、ね、で毎回こうストラップが当たるために私たちのプレッシャーをどんどん積み重ねてて、やばいやばいってずっと言ってたんで、なかなか当たらないんだ、はい、やばいですね、緊張しますね。このために相当会議を開いたのみんなで、はい、大会議ですよ、かなり上がった、まとまらない、これだけ言ったらね、あとが楽しみだね。怖い。あ、それはそれとして、特技を持ってる子がいるの。はい。柏木何を特技を持ってるの？私はあの肩関節が柔らかくて、左手を後ろから回して左耳が触れるっていうのが。嘘。あの後ろから回して。こう。ここまで届くんですよ。すごい動いてる。柔らかい。最近気づいてびっくりしたんですけど。分かんなかったの。最近気づいて痒くて自然にこうやって書いたんですよ。なんでだろうと思って。なんでなんで。すごいね。すごい。すごい。こういうことだろう。ここがデントだ。すごい。おわかわいいな。怖かわいい。反対もできるの？反対はちょっとできない。あ、ちょっといかない。でも肩はどうなってんだろうね。肩関節が結構。肩関節が。そうなんですよ。基本こうなんかですね。クーッと曲がるってこと、後ろに。そうです。なんかいろいろなんか体の不具合が最近にあって、手を上げると勝手にこうなんか広がっちゃうとか。本当だ。なんか。なんで？なんか広がんない、広がんない。最近ちょっとこの辺特技にさせていただいて。折れるんですよ。ちょっともう一回、肩がどうなんだ？回してこうですね。え？すごい。なんか分からんけどね。すごいな。奥ちゃん。はい。特技何があるの？私はですね、左耳がすごい伸びるんですよ。右耳は伸びないの？伸びないです。左耳が伸びるんですよ。おぉ、あ、伸びる、伸びるんです。でもこっち伸びなくて、反対側、こっちは伸びないんですよ。ほんとだ。でもそれは普通だよね。めっちゃ伸びる。かわいい、かわいい、すげえね、あれ。なんか食感良さそうだね、これ。すごいいっぱいいるね。佐藤夏樹ちゃん。はい。佐藤って3人いるんだ。そうなんです、3人います、はい、組には。夏樹ちゃんは何ができるんだ？はい、あの私、あの色の名前言ってくれれば、あの地下鉄の名前が言えます。すごいね。はい。まあ、単純に赤。丸の内線。オレンジ。銀座線。おー、さすが。あの、このテーブルはちょうど日比谷線ぐらいですよ。日比谷線。すごい、なんでそれ覚えた？電車が大好きで、地下鉄がすごく好きなんですよ。はい、地下鉄好きなのか。大好きです。地下鉄好きな人はあんまりいないけど、女の子は珍しいね。はい、今一番好きな線があの有楽町線なんですけど。なんで有楽町？でもやっぱ落ち着きますね、乗ってると。はい。有楽町線ってあの1万系が走ってるとかだな。もうあの和光市まで私は乗っちゃったりしました。はい。乗ってんの、地下鉄？乗ります、よく暇な時。地下鉄さ、あれ何々線ってあるじゃない。何々線と何々線をつなぐ秘密の通路って全部あるの知ってか？知らなかった。そう、全部。例えば日比谷線と有楽町線は秘密のとこでつながってる。知らなかった。あるんだよこれ。俺はそれ乗ったことあるんですよ。三つの線路はこう違うところ。これ地下鉄よく見てるとね、うんとこうん、分かるから。まあ列車の入れ替えとかなんかの時に必要なんだけどね。あ、なんか自慢しちゃったな、俺。
渡辺舞ちゃん、はい、何が、私はあのサザエさんというアニメに出てくるアナゴさんが8秒で描けます。8秒、はい、なんかあるか、あった、はい、描きます。では8秒って誰か測るの、じゃあ皆さん一緒に声を出して8秒カウントしていただければ、はい、はい、ではお願いします。5、4、3、2、1スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、できました。せーの、じゃん。の特技、はい、スマップ中井の独特のステップ、顔も含めて、はい、行きましょう。どうぞ。よかったよかった。来ましたよ。100分の1です。会場100人のスーツ持ってますので、1人に該当するアンケートを投げますと、私の計画です。計 A と来てますからね。B が出ないのは、いろいろ意見が出て、相当大会議しましたね、みんなで。で、決定したのは、7月に私たちは代々木体育館でコンサートをやらせていただいたんですけど、7月、はい、昨日大阪だったの、昨日大阪で全国ツアーだったんですけど、その代々木体育館のコンサートを一番前で見た方、で見た人スイッチオン。あんなに考えたの。もう一つは何だったの。あとは昨日カラオケで AKB48 の曲を歌った方。昨日カラオケで AKB48。 ちなみに、紹介してください。はい、なんか重い映画みたいな。はい、では新垣結衣さんです。楽器です。はい、少々お待ちください。もしもし、どうも、お疲れ様です。お疲れ様です、まゆちゃん。はい、どうも、まゆちゃん、ガッキーさん、どうもです。見てますよ、盛り上がってますね。あ、ご覧になってましたか。はい、見てました。もう撮りたいと思っちゃった。ありがとうございます。いや、もうすぐ映画の花水木も公開ですね。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ではタモリさんに変わります。はい、もしもし。もしもし、どうも。どうも。来週月曜日いいとも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあ来週月曜日来てくれるかな。いいとも、お待ちしてます。AKB48